お湯取りについて、準備、ホースセット時のご注意、運転の設定、運転中の動作の順に説明します。最初にお湯取りの準備について説明します。お湯取りは付属のお湯取りホースとクリーンフィルターを使います。ホースにクリーンフィルターを取り付けます。取り付け終わったら風呂水給水口のシールを剥がします。お湯取りホースの給水継ぎ手を風呂水給水口に取り付けます。給水継ぎ手をしっかり押し込み、抜けないことを確認してください。クリーンフィルターを浴槽に入れます。お湯取り運転をするときは水道の水栓を開けてください。風呂水を給水するための予備水として、最初の1分間と運転の途中で水道水を使います。これで準備は完了です。次に風呂水を確実に給水するために、お湯取りホースセット時のご注意について説明します。風呂水給水口からクリーンフィルター先端までの距離は3メートル以内にしてください。また風呂水給水口から浴槽水面までの高さは 1.2 メートル以内にしてください。これを超えると給水ができなくなります。次に浴槽の高さが床面から80センチ以上ある場合は、クリーンフィルターが浮き上がりやすいので重りをつけてください。ホースを巻いたまま使わないでください。給水ができなくなります。高い壁を越えるときはホースのたるみをなくしてください。給水ができなくなります。浴槽の水面より風呂水給水口が低い場所では使わないでください。ポンプの運転が終わっても再本現象により水が止まらず、水漏れの原因になります。お湯取りの設定方法を洗濯から乾燥までの標準コースを例に説明します。お洗濯の手順で説明した順序通りに、水洗を開け、洗濯物を入れ、ドアを閉めます。電源入りボタンを押し、次に変換ボタンを押して標準コースにします。ここまではお洗濯の手順で説明したことと同じです。お湯取りにするときは、ここでお湯取りボタンを繰り返し押し、工程を設定します。最初にボタンを押すと、洗いからすすぎの2回目までをお湯取りにする設定になります。もう一度押すと、洗いからすすぎの1回目までをお湯取りにする設定になります。さらに押すと、洗いだけがお湯取りになる設定になります。表示をすべて消すとお湯取りを使わない設定になります。工程を選んだらスタートボタンを押してください。運転が始まります。お湯取りは設定した内容が記憶され、設定を変えない場合は次に使うときに同じ運転をします。お湯取り運転中の動作について説明します。この洗濯乾燥機は節水タイプのため、洗いだけのとき風呂水の使用量はポリバケツ、
約2杯分です。風呂水は洗いだけの時ほとんど減りません。またお湯取りはすすぎになると水道水を使った運転とは異なる運転をします。お湯取り運転のすすぎは風呂水を無駄なく使いしっかりすすぐため注水すすぎに自動で切り替わります。それに伴い操作パネルのすすぎ表示に注水が点灯します。お湯取り中に風呂水がなくなった時は自動的に水道水に切り替えます。この時操作パネルのお湯取りの表示が消えます。また風呂水がなくなったことを検知するのに時間がかかるため約10分間運転時間が長くなります。